ピーピーわめいて逃げられちゃうと私、刺激心がうずいちゃって仕方ないの。これか、敵を精神的に追い詰める捕食者の目。やっぱりギリギリだぜミッドナイト。そう、鼻でも口でも一呼吸しちゃえばあなたは終わる。その状態で何ができるかしら。 そうよね、逃げちゃうよね。ちげえんだよな、ここに入ってからよ。死ぬ思いして分かっちまったんだよな。ヒーローだからかっけえんじゃねえ。かっけえからヒーローなんだってなあ、緑谷。いつまでそうやって息止めて頑張っちゃうつもりかしら。ちげえんだよな。うん、 おいらがあんたみたいなドスケベヒーローのファンじゃねえわけ。ねえんだよな。奥まで逃げたのもぶちまけた弱音もあんたの刺激心煽ってここまで引っ張ってきたのも全部かっけえ男になるためなんだよな。手の内ってこと。言いよさせてあげない。セロ君のテープ、 そんな窒息状態で戦えるのかしら。戦う必要はねえ。なぜならオイラの必殺技はすでに決まっているのだから。グレイプラッシュ。すごいじゃん。ゲートから離れたところに貼り付けたことで眠りがが届かないように。 器用な子だね。すっかり騙されちまったよ私は。モテたいも突き詰めれば見据えるべき一つの目標ね。<笑>まったく、お前がオイラのことかばったりしなけりゃこんな面倒なかったのに。今回ばかりはおっぱいはお預けだぜ。 ミネタ、セロチーム、条件達成。